転職して半年、管理職候補としての主任採用で入社しましたが、係長の女性がなかなか仕事を私に割り振ってくれません。課長は私さんに期待してるし管理職候補なのだから実務もどんどんさせよう、資格も実績もあるしと言ってくれますが、係長は笑顔でいながらも私に仕事を振ることをのらりくらりとかわしてます。最近は仕事は渡さないという強い意志を感じるので課長が不思議がっています。しかし実は私は発達グレーで ADHD アスペルガー療法の気質があり、医師と養護教諭の家族と長年話し合った結果、診断は受けずにところいいギリギリ健常者のラインで行くことに決めました。あらゆるパターン分けのコミュニケーションマップを作ったり、専門家の助けも得ながら SST ソーシャルスキルトレーニングを行ったり、経済新聞と読書は毎日欠かさず読み、苦手な片付け掃除も家族の協力を得ながらなんとかこなし、国家資格もいくつか取り、常に何らかの資格試験に取り組んでます。客対応はなぜか得意ですし、カウンセラー資格も持っているため、そこで学んだ傾聴スキルをもっぱら職場のコミュニケーションでフル活用しています。それでも根底にある先延ばし癖、アスペ気質、どこか最後の最後での信用できなさみたいなものを係長は感じているのでは、不信感が拭えないのではと思っています。課長の私に対する見立ても資格も実務経験もある手前味噌ですが、答えられる自信がありますが、反面どこか信用できない、仕事を任すことに不安があるという係長の判断も自分の本質を見抜かれているような気がして辛いです。係長に信頼してもらい仕事を振ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。仕事の面でのみ努力すればいいのか、人としての交流をもって人として信頼してもらうべきなのか、アドバイスをいただけましたら嬉しいです。書いてる内容を読む限りでは、係長はあなたを信頼していないからではなく、中途採用のあなたが目障りだから実績を積ませないように邪魔してる感じがする。資格もたくさん持っていて、先輩である係長より先に評価が高まりそうなあなたの可能性に係長が嫉妬しているとしたら、そういう人間から好かれるのは無理だから無理はしないで、ひたすら仕事面で努力すればよいと思う。ありがとうございます。嫉妬なら安心できるのですが、係長はところいい仕事ができる人が好きというタイプで、自分より年下で先に出世しそうな人も仕事ができる同僚もむしろ好意的に仕事をシェアしています。逆に同じグループに仕事ができないと言われている人がいますが、その人からはどんどん仕事を引き上げようとしています。書いていて改めて思いましたが、私の扱いは結局そういうことなんですよね。自分が発達でできないことがあるからといって障害を持っていない他人は何でも完璧に平等にできるわけではないだろう。その係長が仕事ができるできない以外のことで割り振りを変えているかもしれないし、仕事ができる面をうっかり見逃していることもあるかもしれない。完璧ではないからね。人に好かれるのはインプットとアウトプットが定型的ではないから難しい。全員を好きになることは難しいし、誰からも好かれることは不可能。一方、仕事は処理すれば終わる。労力かけて確実なリターンが得られる方が努力しがいがあるのではないかと思った。